everyone! 忍びの一時主人公、桜庭一時役、大阪亮太です。香川時貞役の小西克樹です。高節役の白石遥です。この作品は、ごく普通の少年だった一時が突然命を狙われ、自分が由緒正しき伊賀忍者の正統後継者であることを告げられて、忍者としての戦いに巻き込まれながら成長していく物語です。僕が演じた一時は心優しい普通の少年なので、忍者としての争いや理不尽な運命に抗うことで精一杯なんですけど、さまざまな葛藤や仲間との助け合いを通じて成長していく姿が魅力的なキャラクターです。さあ、そして時貞は普段はうだつの上がらないサービスエリアの店員ですが、忍びとしての腕は超一流というギャップが見どころのキャラクターでございます。そして高節は一時の幼なじみの女の子で、忍びの先輩として頼りになるところやクールでありながら時折見せる一時への幼なじみとしての表情が、素敵なキャラクターとなっております。この秋からクランチロールでの配信で皆様にご覧いただけることを大変嬉しく思います。ぜひこれからの一時たちの活躍を楽しみにしててくださいね。 Don't miss it! せーの、ニンニン。